おお、なんかすごいスペースについたぞ。おお、あれがいいじゃん。うん、そうだね。小江戸川越に林の音が響き渡る。ただこれはどこを向いたらいいのか分かんない角度だな。ねえ、なんか黒田さんみたいな人いっぱい召喚されてんだけど、違うな、あっち左側に行った時は黒田さんだろ完全にな。これも撮っていいんでしょ、フラッシュ使わなければ。頑張ってみるか。夜用のモードだね。バイエン夜景ポートレート、夜景、夜景。え？意味が分かった。先月は一口で見てたらさ、もう人の顔に顔がつくからさ。うん、星はまた怖がりじゃな。上位工藤さん撮るか。お前何寝てんだよ。工藤さん撮るよ。表すごいじゃん星の。表すごいじゃん。ここ気のせい、死んでんだよこいつ。死んでんだよ。え？もう五輪中でしょ。もう五輪中だよ。もういいよ黒さん。ここまで粘ったけど。もういいよ。黒さんも黒さんもういいよ。詰めちゃった。ごめんね。なんでこれ。このモードなんだ。お、いいじゃんこれ。このモードええやん。結構でかいね。いつもの音が流れているよ。いつもの音が流れているよ。うーんってやつ。難しいねこれ。なかなか通れたぞ。おい黒さん、おい黒さん、おい黒さん、どうしたの？おい黒さん、みこしが足を行き、下側の足腰組が繰り広げる華麗な歴史絵巻、祭りの大盛りである。え？なんでもないな。じゃあ一応じゃあラブラブ同じ椅子に座ってよ。最低状況を堪能する酔い山、無数の提灯の明かりに浮かび上がる出汁と人形の幻想の世界。待ちに待った夜の川越容赦ない。それぞれの町内の出汁が
一斉に動き出す。いいやん。町の辻々で出汁が出会い、林を競い合う引っかわせ。見物客を巻き込んだ熱気で出汁が揺れ、提灯も揺れる。これいいじゃん、この目線。あ、どうもどうも。お父さんやってきたか、うん、この前のおじさんは誰？え？この目の前におじさんは誰？嘘だよ、おじさん。うん、そう、おじさん。びっくりしよ、これ。何かさ、やった。マジでね。こんにちは。こんにちは。これ、覗けるようになってるよ。どうぞ。あ、ボタン押してみてって。ボタン押せんの、うん、どうなってんの、これ、どうなってんの、ね、どこ、どこ、どこですか、これ。あ、これ上にいるってこと？パンダじゃん。パンダいるよ。ゆるはゆる。この目線らしいぞ。うん、この目線らしいぞ。夜で覗いてみれば星が。黒さんの低そう。黒さん低そう。体勢きつそう。あんまり変わりないかな。あ、やべ、来たって星野が。すごい言い方したけどな、今。やべ、星野来ちゃった、あずさん。面白いじゃん、星野。黒さん体勢マジきつそうだったな。これ。おい、いいじゃん。昼見たでしょ、夜見たでしょ、昼を押したじゃん、うん、両方見たの、そう、片方、もう片方も、もう片方も見せられたんでしょ、いや、もう片方もって言われて、押すしかなかったやだよって言いながら、同じようなもんだよ、いいよ、分かったよ、結局変わった、変わったじゃん、夜か朝か出てくるでしょ、そうそうそう、なんでこれ、石森すりつぶし器、え、あ、そうなの、やっぱりこれ。ところうんこは。随分カラフル。うん。子供みたいなノリだって。
マジ1枚くらいじゃすりつぶせるかもしれんぞ。まだ未使用でしょこれ。うん、誰もすりつぶしてない。あんまりすりつぶしてない。え、あんまりすりつぶしてない。誰もすりつぶしてない。触んない方がいいのかな。でも何も書いてないな。触んない方がいいからこれがついてるのかな。触っちゃったな一瞬。1回ぐらいはしょうがない。しょうがない今の。よし。吉江じゃなかったわ。下の人形。八幡太郎吉江の人形だった。八幡さんだった。八幡さんってなんだよ。なんか星野がこういう絵描くよね。あ、嘘。星野じゃないよこの絵は。早川とか描く絵だなこれ。あれでしょ、チュンタとか。そう。準備とか。黒田さんなんかイヤホンあるよ。ヘッドホンあるよ黒田さん。え？ヘッドホンあるよ。マジで。マジで。なんでさ、結構頑張って書いてんのにさ、あそこだけ棒人間なの。ね、黒さん、うん、なんでさ、こんだけさ、いっぱい人書いて頑張ってるのにさ、あそこだけ棒人間。あ、そうだね、棒人間だね。あの、あそこの格だけでしょ。なんでだろうね、他の絵もないのにさ、あそこだけ棒人間なんだろうね、頑張んのかな。そうなんだ。気になってしょうがないね。たまにいるでも。棒人間くんの延長線上の意見、こっちはもうよくわからん。帽子かぶってる。じゃあヘッドホンつけろよ。キックラベル。うん。キックラベルないよ、グロさん。キックラベルないよ。後ろに行ってるのと思ったすげえ。うん。キクラさんはいつもヘッドホンつけてるから。うん。聞こえてる？いやこれさ、俺らにとっちゃ何でも見てるよ、メリットないよ、うん、あんま聞こえてんのかよ。どんなの？星野だけさ、悲しく元気になってる。あ、流れるか。しちゃん声聞こえんね、これ。うん、これが一番好き。わかる。これが一番好き。